それでは先生よろししくお願いいたします皆さんこんばんは。えー、っと、このすごい人だなと思って、大変嬉しく思いますが、緊張もしてます。あの今日は、ここに僕はこう、おりの線がありまして、ここから外に出ないでくださいということで、いつも動き回って、大変迷惑をかけてたようので、今日はいい子であのお話をさせていただきたいと思ってますが。 あの今日はあの講演会に入る前にですね1つだけちょっとご紹介をさせていただきたいことがあります。で <laughs> あまり今まであのテレビ、まあ、テレビは地元のケーブルテレビミックスの,あのふるさと巡りっていうのをずっとやらせていただいてるんですけどもあの今あの、もう1つ FM 笑顔ですかねちょっと前まで FM 岡崎で言ってましたね。FM 笑顔でね月曜日の えー、朝10時45分から15分、大河ドラマ、ここだけの話っていうのをやってます、15分だけです、であのそれはあの、えー、南野さんというね、大変若いまだ、あの方が僕のお相手をしてくださるんですが、まあ、あ,のあの若い人たちの目線で、忌憚のない質問を、はい、浴びせかけられるんですね。 本当に秀吉だな憎たらしかったんですかとかね <laughs>、うん、あのいろいろなねドラマを見ててえっと思うようなことをねパッと聞いてくださるんですねで自分自身もねとってもいい勉強になってますまあそんなところであのタイがここだけの話っていうのをもうずっと続けてますので今のドラマに沿った内容で多分出てくるかなと思いますがお聞きくださいでそれはあの実は あのー、スポンサーがついてましてね、<laughs> えーと思って、僕も本当、タイムうれしいんですけども、岡崎の老舗の両八丁みそ、角久さんとマリアさんが、あのスポンサーでついておいてくれるんです、そうすると、あまり下手なこと言っちゃいけないなということで、緊張しますので、あのー、またぜひ、その緊張ぶり、労媒ぶりを聞いていただいて、笑っていただけたらと思いますが、毎週月曜日です、あのまたお聞きください。さあで今日は いいいよいよ関ヶ原の合戦ということでありまして、ねまあこの「大河ドラマ」でもここが一番の多分最後のウィークポイントになってくるかなと思うんですが、まあ、あの実際は関ヶ原の合戦っていうのはねいろいろな説があるんです。で例えばあの今関ヶ原の古戦場に来ますとね石田三成の陣の跡だとかからあの島津の陣の跡だとか。 黒田の陣の跡だとか家康の本陣跡とかいろいろありますねでまあ新しい説ではあれは全部明治になってから作られたその軍,軍のためのね教科書で作った配置じゃないのかということでねあの言われてもいるんですが、まあ、NHK の特集でもやってましたね あの山中っていう松尾山のすぐ下の辺りちょっとした窪地なんですけどもね窪地から台地になっていくその山中村っていうのは今でも残ってますがそこの狭い地域に実は三成以下全軍が集結していたとでそこには城の跡まで残っている秀頼をお迎えしようとして作った城まで城の跡まで分かっているということで今までの関ヶ原の合戦全,全く違いますよっていう意見が出てきてます。 はい、で私もこれ全部読みましたで、えー、なるほどなと思っていますがそのきっかけになったのはその西軍のある家臣の残した覚書からですでそれは確かにね資料としてはねこれ貴重ですよねだからそういう意見が出てきてもいいかなとは思いますがまだ検証が足りません りまだ検証が足りないうちにこれまで言われてきたものの説というのを100パ180度ひっくり返すっていうのは非常に乱暴な手法でしてねこれは。なんせね何百年もかけて築いてきた石炭の合戦という一つのストーリーがあるわけでそれを。 もう本当にわずか1年2年でひっくり返したというのはやっぱりこれ乱暴でしてもうちょっと詳しい検証がいるのかなと思っていますがまあ貴重なそういう研究の成果も少しずつ出てきていますで今日はまあそっちのお話でいくとまあその三河武士たちがじゃあどうだったのかというところまでの検証ができていませんのでねあの今までずっと言われてきたしかも資料も残っています。そのの合戦で かの三私たちは一体何やってたんだろうかというところに少し視点を当てながらお話をさせていただきたいと思います。で、まあ、これはあの最初の口絵でいつも用意して何を,何をどういうふうにしようかなと思うんですがこのこの,この家康公の銅像はどこのものだか当然お分かりですよね。はい。そうで僕はこれ一番好きなんですよね。岡崎と浜松と静岡と3つあるでしょ。 安子の銅像で僕はあのそれぞれ3つの銅像す、ね、べて意味があってなかなか大御所としての風格を持った静岡の家康それから、えー、若い失敗を乗り越えていこうとするあの浜松の家康それぞれ意味があるんですがこの岡崎の家康は、ね、いつの時のことかというと関ヶ原の合戦の直後の様子を表したものだそうです。でですから59歳で せっかくの合戦では、まあ、皆さんご存知の通り東軍が圧勝しますよね半日かけて両軍合わせて15万とか18万と言われてるんですよねその人数が明らかではないけどもそれだけの人数が激突をしておよそ半日で型がついて圧勝をしたでその時の特訓安田んだから もうちょっとね上を向いて嬉しそうなニコニコ顔のい,いかなと思うんだけど実は非常に厳しい顔をしておられますこれは戦には勝ったけどこのあとが大変だぞというところの厳しさをね表現してると僕は自分で思っているんですけどもねまあこれが関ヶ原の合戦の後のこれはあの関ヶ原の歴史資料館に行きますとねこういう合戦屏風があ,のあります。 でこの「合戦屏風」っていうのはこの瞬間の全体像を表したんじゃなくってこの中で時間も時系列も動いてるんですね。で最初の頃ここに徳川家康の本陣の跡があって周りに言いたいが囲んでたりしますが最後の方はこっちの方に移っています。だから島津も最後ここを抜けてここで本多が馬から落ちるシーンが書いてあるんですよね。 あのそれも、ね、時系列が一つの時系列って書いてない、まあ、要するにバラバラなんですねそれを一枚の絵で表していますからあの見方によってはちょっと見にくいのかもしれませんけどそれぞれの、ね、場面のストーリーがあってねここによく三河節が出てくるんですね、まあ、そんなところでまた後,後ほど紹介できたらと思いますではもともとこの合戦はなぜ起きたのか これはまあドラマを見ていただければその通り実は今度の「大河ドラマ」の関役が原ね全然親切らしきものは入ってきませんやや入ってくるとしたら三成と家康は非常に分かり合い分かり合ったそれぞれリス,リスペクトをしていた間柄だったということですね家康は三成だけは敵にしたくなかったそういう思いを持って見える三成もそうです がなぜこの2人が最後刃を交えなきゃいけない状態になってしまったのか、まあ、ここら辺がドラマの見どころになるんですけどもね最初は2人で、ね、星空を眺めるで三成は家康と気付かないで一人星を眺めている三成のもとに家康が近づいていって星の話を聞くんですね。 そしたらいや僕もじ自分もこの星を見るのが好きでしてねっていう話でお互いに着替えますなというところから出会いが始まるんですけどねあの,この戦乱の世なんかは嫌でそういう自分の趣味だとか綺麗な夜空を星空を見て過ごしたいものだというところできっと共感を得るんでしょうねその2人がなぜ天下を二分して戦う羽目になっていったのかここは問題なんですでこれは実はね 徳川が最初に戦争を仕掛けたわけではないんですね。はい。イエに野心があったかどうかということは分かりません。おそらくあったのかもしれませんがね、最初から野心がありきで関ヶ原を起こしたとも思えません。これは資料を見ていく限りは。で、元々の原因は徳川豊臣家臣たちの内部分裂だったんですね。これ内部で秀吉が死んだ後に、あの朝鮮出兵引き上げさせます。 あの朝鮮出兵というのは豊臣の家臣たちを分断していったんですねつまり戦に行った者大変苦戦をしますそして行かなくて国内で支持をした方行って傷ついて帰ってきた連中は国内で支持を出していただけの連中に対してこれは憎しみと怒りを覚えますその現場に行って一番苦しんできた その憎しみやあの怒りを覚えた方が加藤清正や福島正則だったそれをまともに受けた国内組が石田三成だったということですよこれがね最初のねきっかけになってくるんですその辺の様子も多分描かれると思いますもう一つねここはねあまり取り沙汰されませんけども秀吉が死んでいくときに作った制度でね 五大老と五武行の制度を作ったんですで五大老というのは要するに石高の多い力を持った大名たちのベスト5が選ばれて、ね、彼らの役目は秀頼を助けてほしいということです。秀吉を支えてほしいで五奉行というのは五大老の助言を受けながらになりますが実際の行政を行う人たちという意味で秀吉が作ってたんだけども。 この五大,大老の中で分裂が起きてしまったからねその元になったのは上の豊臣家臣たちの内部分裂この2つをまず少しね頭の中に隅っこに置いといてくださいで見ていきましょう五大老これ有力大名誰がいたか筆頭は徳川家康です 200万石以上持っていた大,大名ですそれから前田利家それから毛利輝元浮田秀家そして上杉景勝ですよね、まあ、戦国時代を生き延びてきた大大名たちですよね彼らが五大老それに対してやることは政務全般軍事と書いてありますが秀頼の保護です。 これが秀吉が願ったことであります。ね、それに対して御奉行というのがいました。このののというのが秀吉の直身なんです、はい、どんな人がいたかといいますとここに石田三成増田これでは増田といいます増田じゃなくてね増田長盛夏夏夏といいます長塚ではなくて夏夏正家それから 朝の長政そして前田玄一この前田玄一という人はあのドラマでは前田という名前ではなくて特集祭だったかななんとかっていうあの本当の要するにあの出家した時の名前でテレビでは登場してきますがこれは多分時代交渉の先生がこちらの方がいいでしょうということでこの今まで前田玄一と言っていた言う方をドラマではしませんので あのちょっと気をつけとってくださいあそしたら前田議員のことかって分かると思いますがねでこの5人が5奉行でこれ政治の実行するんですよいろんなことを決めてねあの検知もそうですし税の取り立てもそうですし裁判里もそうです彼らがやるんですで官僚の役目を果たしているで私が目をつけたのはね この五奉行って秀吉の実身ですけど、どこの出身か見てみた。そしたら、石田三成は大海。増田長森も大海。夏雅恵も大海なんです。浅野長政だけ大張りです。大張尾張の出身。前田慶義も大海なんですね。これはお分かりでしょうかね。 秀吉の直身というのは、秀吉が長浜城の城主になった時に初めて召し抱えた連中がほとんど占めている。秀吉が尾張で生まれて足軽大将となって、ねで、奥さんの尾根が いたんだけど子供いなかったのでねその近所の近隣のわんぱく武家の息子たちを集めて自分の家来にしてったんだねそれは終わり衆が多い例えば加藤清正もそうですよねうん終わり衆そういうのと比べるとこのご奉行というのは全部ほとんど近江衆だっただこれがねちょっとね内部分裂の一つの要因になってるんじゃないかなと思います。 これがちょっと面白かったなと。さあ、これが誰だかわかりますかはい。石田三成。もう一人、これ誰だかこれはね、小西雪長。で、この人は、秀吉の家臣の中、まあ、大名クラスだったんですが、朝鮮出兵で朝鮮に渡った一人ですが。が 彼は石田光成との絆が深くあった何かというとねこの小西行長っていう人はねあのキリシタンでもあったんですねで、まあ、そういう意味で言うと非常にこう何て言うのかな教養がある方と言ってはいけませんけども同貌な武断派の武士と比べると非常に紳士だったっていうこともあるかもしれませんねあの石田三成との関係は非常に良かったというふうに言われています。 それに対してこれを「利領派」管理官僚で「利領派」とよく呼んでいますがね分文知派というふうに言う人もいますが私は文知派というのはちょっと違うかなとこれはあの秀吉の下の自信の中での管理官僚ですから「利領派」とそれに対してこの人が福島正則そして加藤清正彼らは 武力を持ってずっと秀吉のもとでのし上がってきたっていうのかな力をつけてきた大名で彼らのことを武断派と言っていますで主にこの4人が中心になるんだけど内部分裂を起こし始めるんですね内部で分裂を起こすですかねこんな構造があったで あのー、最初にざっと説明しますのでねここをちょっとよく気をつけてみとってくださいこれはこれまでの資料による事実事実資料です、まあ、真実かどうかっていうたこれは真実だろうと思いますがまず3月の11日上杉氏謀反の県議とありますでこの上杉氏謀反の県議っていうのはね上杉って五大路の一人でしょ掛雄がで秀頼が 大阪城にいます。その時に年賀の挨拶に来なさいということであとの4人のご大老、大老たちはみんな秀頼のもとに年賀の挨拶に来るわけですよ年賀の挨拶に来るところが合図に移,移らされていた上杉景勝だけは大阪に出向いてこないわけねっ。 でまあ、イエスが五大老のトップでしたからこの,このままだと疑われますから何か無本でも起こすんではないかと疑いをかけられますから大阪城に来てください,来てくださいという最初の最初の手紙を出すんですけどがとして言うこと聞かないでその時にね四月1日になりますが、まあ、最後最小状態というね西で笑う状態これはお坊さんですけども 彼の手で持って書いた質問状を出すんですね。質問状ですから、これはなぜ来ないんだということで、ずいぶんきつく。で、話によれば、こういったところに鳥らしきものも気づいてるそうではないか。武器も集めてるそうではないか。これを謀反の兆候と見るが違うか。という質問状を出すわけ。で、それに対して初めて返書が来るんです。それは上杉景勝ではなくって、 過労のね直江兼次がその編集を書いたこれが直江城という編集ですあんたたちみたいに私たちのこの田舎の武士は京都大阪あたりでゴロゴロ、ね、歌を歌ったり蹴鞠を歌うのをするような武士と違って厳しいんだとでこれからのこともあるから道路を直したり城を直したりしてるんだと何が悪いんだみたいなねそういう,うまあ ちょっとそういうものの言い方も一部にしてるんですよ。一部読みましたけどね。この直江城で家康を怒らせるわけ。なんという失礼なっていうことでね。まあこの、これが引き金になって、もうこうなったからには上杉は謀反の意ありというふうに考えていいんではないか。これは家康が決めたわけじゃないんです。五大老の中でも、 まあ4人の大老や五奉行もまあそうですなということで上杉征伐については認めるわけですから家康はでは私が直接陣頭指揮をとって上杉を征伐に参りましょうと言って豊臣の大名たち秀頼の命令の下で秀頼の命令ですよ家康にくっついてで上杉征伐に出てくるんですよ出てく。る これねあの、会津に進発する時にね秀頼は黄金も黄金2,000枚だったからごめん200枚だったからそれから米も、ね、ものすごい膨大な量の米を兵糧として家康にプレゼントしてるわけこれで頑張ってねと、うん、だからどっちがタヌキ,タヌキかと言ったらこれ秀頼と淀君のほがタヌキですよ。で 実際のとこはひ石田三成と「ああじゃあ上杉正討伐に行ってくださいよ」と言っていた五奉行の連中の中特にはまあ石田三成でしょうけども直江兼次ともうつるんでいたという話もありますね。で直江兼次と共同作戦で家康をおびき出した後三成が中心となって家康討伐の軍を起こしてそして関西と東北。 の間で挟み撃ちにしましまもうものすごい広大な計画を持ってね、あのー、この上杉討伐に向かわせたんだということになってるんです、ね、イエスはねこれは秀頼の意思としていくわけですから、あのー、多くの軍票ももらってお金ももらって出かけてそれこそ出征の時には頑張ってねっていう感じで行ってくるわけね。 ところが自分がこれでごっそりと機内つまり大阪や京都を開けるということはどういうことかをもう家康も当然読んでいましたこれは下手したらおびき出しの作戦だなということで読んでいましたでじゃあなんで残らなかったかといったらそこが家康の今度はちょっとお腹のあるところですよね 狸に近いところかもしれませんんが読んでいたでごっそり抜けてきますが大阪城に松平近政というのとそれから伏見城に鳥居元忠というのを置いていいか自分たちがごそっと行った後必ず三成が兵を挙げるであろうとその時には人数が少ないかもしれないななんとか踏ん張って城を守ってくれよと。 といいう展開になっていきますこれが伏見城の別れて書いてあるこの家康と鳥居元忠の別れのシーンはドラマでも出てきます感動ですよ、うん、これまたあとでちょっと話をしますそして案の定石田三成による西軍の結成で最初に攻めたのは大阪城もうすぐに退去させます ですぐに大阪城を出た松平は伏見城に逃げ込んできます伏見城では鳥居元忠が守っていますそれ以外では内藤政成から松平家忠こうもう不大のイエの昔からの家臣たちがね1800の兵で伏見城を守ってるんですが <laughs> 三成は拒兵するとおよそ5万の兵で伏見城を囲んだと言われている ここで伏見城の攻防戦が始まるんですよね。はい、ここに書いたね。で、大阪城を簡単に接収した三成は、どうしたかと言いますと、家康にくっついていった豊臣の大名たちの奥さんや子供を全部大阪城に呼び集めたんです。呼び集めたというよりも、捕まえて引き連れてきた、人質にしたんです。 そうすることによってあの家康にくっついていた大名たちは家康から離れてくるかもしれないと読んだんでしょうね、うん、これが大きな間違いだったですねもともと家康にくっついていた大名たちは誰が一番憎かったか内部分裂してこれ三成が一番憎かったんですよあの野郎また汚いことやるよってということでますます燃え上がってしまったという結果になっちゃったんですね はい、でその時に細川忠興の奥さん細川ガラシャ、ね、屋敷から引きずり出されようとした時に、ね、私が人質になれば私のことを大事に思っていてくださる主人の忠興が非常に心を痛めるだろうと、ね、そんな苦しい思いはさせたくありませんということで彼女は キリシャンだったんですけどもね過労、えー、に槍で突かせて自分を自害しますねそして屋敷に火を放つ、まあ、そんな事件が起きたそして伏見城の戦いが続いて鳥居本忠ら全員玉砕をするこれが8月1日ですから、あのー、17日以降19日から伏見城が始まった で8月1日までで見城が持ったんですねこれ,これはこんなにね持つと考えてなかったもっと早く動けると西軍の方は思っていたんですそれが意外にね、えー、2週間近くもかかってようやく伏見城を落としたということなんですがねこの伏見城玉砕でその数日後7月24日には栃木県の小山まで 藍津征伐の全軍が進軍していましたがその小山で西軍が放棄したぞという法を受けるわけそこで初めて伏見城も落ちたいやこの段階ではね伏見城小山の時にはね伏見城まだ戦ってる最中ですけど落ちたとは聞いてい、ね。鳥居元忠が古軍奮闘してるよって話が伝わってきたんだよね でその西軍があの立ち上がってそして諸君の皆さんの妻子をも人質で大阪城に連れてったぞっていうのをここで法を受けるわけですでまあ今までよく言われているのは家康はここの小山で会議を開いてこれ表情と言います表情を開いて実はこういうことでね秀頼様を盾にしてこういう言い方するんだよ 秀頼が先頭に立ててはい,てないにして、ね、私どものあのを敵とした、ねえー、西軍というのができたこれは彼らは関心であると関心というのはもうあのよくない、ね、豊臣にとってよくない維、えー、たちが勝手にそういう、えー、西軍を作っての暴動を起こしたとさあこのまま会津を攻める前にそ彼らをもう一回 あの中伐をしたいと思うが諸君はどうだというね会議を開くんです。で家康がうまいとこはねこれはねどうも本当に言ったのかどうかっていうのは信憑性問われるんですがね去年「吾妻鏡」というのを読んで「鎌倉殿の13人」の解説をしてましたんでね「吾妻鏡」をずーっと読んだ時に最後北条政子がね 上級の乱が起きると時,時に何と言ったかと言ったら鎌倉中の御家人を集めて、ね、自分の主であったあの主人であった頼朝が築いた功績を置きぞとで我々みたいな身分の低い武士たちが今は京都に平気で、ね、手を振って入れるようになったのも全部頼朝様のおかげであると。 この際後鳥羽上皇が兵を上げようと命令を下してきたけども決して頼朝のご恩を頼朝様のご恩を忘れてないと言って劇を飛ばすんだよねただしそれでも上皇側っていうのか朝廷側の方にきちんと自分がつきたいんだと思う人は遠慮せんでこっから京都に行きなさいということ言うんですよね。それがね東川上に書いてあったあ これ、小山表情の時の家康が言ったと同じことじゃん。できっと、そういうのを参考にしたんだろうね。実際に言ったとしたら、だから、これがでち上げの資料だとしたら、その吾妻鏡の北条政子の劇文、うん、あれを参考にして書いたんだろうね。で、今は小山表情があったかどうかっていうのも疑問視されてるんです。だけど、これは当地の栃木県の小山ではね、市役所に何て書いてあるかなんて、垂れ幕がかかわってますよ。 日本を二分した町、小山って書いてあるんだから、すごいのが出てる。いや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 だから、これはそう簡単に小山表情はなかったなんてことは言えませんよ。ひっくり返っちゃうんだよね。はい。で、東軍が結成される。ただし、皆さん、西軍だとか東軍というのは当時は使っていなかったです。西軍、東軍というのは、 この軍記が江戸時代に書かれていろんなところでその時に石田三成たちの軍勢を西軍徳川家康を中心とした軍勢を東軍というふうに名付けたんですだからこれはね江戸時代に入ってからの言い方だからこの時に、ね、その時代講師やってみれば多分大丈夫だろうと思いますがね「殿西軍の勢いは」とか「殿東軍の方は」なんて言ったらこれは大きな間違いだでねうん。 そううならんように祈ってますけど、ね、これはで石田三成はねもう8月10日にはここを主戦場に決めたんですよ大垣城に入ったんです大垣城で大垣城に入って兵糧もある程度蓄えながらがっちりと陣構えをしてここで尾張を主戦場にするんだというね強い意志のもとに大垣城に入城するんです。 で大垣城っていうのは何でこれ出てくるかというとねだから関ヶ原の見学行く時に大垣城っていうのは外せないただし城そのものがすごく大きくて立派でっていうわけじゃありませんからその物語をしていれば一回よ寄って天守の方からあっちの方が関ヶ原なんだね向こうが突然家康が現れた岡山なんだねっていうのを見てくるのは面白いと思います、ね、城そのものがそんなに大きいわけじゃないんですが大垣城っていうのはねほら 小巻長久手の合戦が終わって今ちょうどドラマそうでしょ家康がなかなか秀吉に心中しないでしょであのこの間ねあの秀吉妹日姫送りましたよねまあなんというけなげなね日 <laughs> 姫うん縁起うまかったねこのの僕もね もうこれでだいぶ年を取ってきましたが涙もろくなってきては,い、はぁーって泣きました泣きましたけどあれ縁起がうまいで今度おばあさんお母さん出てくるんだよ大満んどころがで高畑さんが出てくる高畑淳子さんっていうのがでこの間出た朝日姫も天然パーマがかかってましたよねわざわざですよあれお母さんの大満んどころも天然パーマかけているんです 後ろ姿がそっくりというふうにあのメイキャップ人が作ったみたいですというちょっとネタばらしですけどもそこ注目してみとってくださいうんご飯食べながら一杯飲めるがみだったらほら見てみろ大まんところでもこれお前天然パーマだぞっつって俺でもそうするとか言っちゃってねはいまあいいであの大垣城に入ったその後ね 秀吉は心中をしない家康に対して全軍を持って大軍を持って三河遠東江東を攻めるぞと言ってましたよね。言ってる時に大地震が起きちゃったの天正の大地震が、はい。その攻めるぞと言ったのはどこを拠点に攻めろと言っていたかというと大垣城なんです。大垣城を集築しろと。 で大城をすごく立派にしたんです立派にしてそこに兵糧をしこたま集めておけとここを拠点に三河と遠東江東を火の海にしてやるというのが秀吉の作戦だったんですこれところがあの天正の大地震というのはいろいろね地震などを見てみると震源地がどうもあの大垣付近だったらしい。 元も小何にも姿形も残らんぐらい全部やられちゃったそこでもう戦は諦めたと半分ね考えられています、まあ、この大垣城因縁の城なんですですから関ヶ原ではこれは石田三成が大垣城を拠点に尾張平野での決戦をでここまでがザクッと関ヶ原の合戦に至る経緯ですはいこんなもの全部暗記戦でも結構ですがあ なるほどなもともと上杉が謀反を起こすぞっていう噂から入ったなっていうところですねで家康が引っ張り出されたその間に西軍が結成されてでそれに気づいた家康が戻ってきて東軍とこんな感じになるんですでもあとまたもうちょっと細かいのも出しますがね家康は江戸城あそこのこの部分がねここは小山です もう小山から軍旗で江戸城に戻ってこれは実は小山そのもの宇都宮なんですけどねこっちの方に行く秀忠の軍勢は宇都宮城から行きます家康はそれよりもちょっと先の小山から戻ってきてますで江戸城をんせ9月1日に出てゆるゆると2週間かけて岐阜城から大垣城の手前まで行ったで こんんなな大きな動き動をしてたんですがね石田三成はねこれは沢山城からまず大阪城大阪城を落としてそれから伏見城を落としてで大津城を落として大垣城に入る予定だったのが大津城にいた京国、まさあのー、ごめんなさいちょっと名前どうしてしちたった、うん、京国のという武将がね大名がね ものすごい徹底抗戦するんですよ峡谷高津区だったかなあのでこれで手を焼くんですね徹底抗戦してまあ、そんなことでちょっとね大垣に入るのが遅れたで陣を取るのも遅れたように聞いていますがどうだったんでしょうねもう一手の別動隊はこのあの筋をつの方から大垣を攻めるという体制を取って大垣に入るんだな、ね。この徳川型と 戦ををするるんだといいう体制を取っているこんな様子が地図で見ると理解できるで家康本体が今回話題になって実は秀忠のここがあんまり話題になりませんけどねここを今日ちょっと話題にします秀忠の方がいいですか徳川の本体なんですね秀忠の方が徳川本体家康の方はまあ家康様がいる 徳川隊という程度のののレベルのものです人数も圧倒的にこっちの方の徳川隊が多かった3万から4万の軍勢を向かわした家康そのものは1万ぐらいから1万5千ぐらいの軍勢で自分たちはね向かったと言われています、はい、さあ伏見を出るときにねさっき鳥居元忠と。 お別れれをするシーンこれでドラマやりますやるけどもドラマではこれ伏見城これはねもう会津に進発する途中で寄るんですけども、ね、ううドラマではその前にも伏見城に行って元忠と話をするというその設定でやると思います。これが鳥居元忠の、まあ、あまり数少ない残された絵なんですけどね。これはあの 伏見城の合戦の時の確か絵で残っているものですからこれを使わせてもらっていますがあのこれが鳥居の家紋ですねで鳥居このなんていうのかな神社の鳥居が彼らのこの旗,刺し旗印にもなっていますからあのあこれ見たら鳥居だなと思えばいいで鳥居元忠というのは家康よりも3歳年上ね で3歳年上で、あのー、ずっと人質時代からずっと一緒にやってきた武将です家康が最も信頼をしていた武将の一人ですでこのに伏見城にいた城将たちは鳥居元忠内藤家永弓の名手ですよね松平家忠家忠日記で有名なで彼ら 近全部三河不代の本当に古くからの家臣たちをこのわざわざ潰されるに違いない伏見城に置いてくるんですこれはいなぜか一番徳川家康が何をしてほしいか分かってる連中です簡単に絶対に降伏はしないそういう連中をえりすぐったわけねだから 大変悲惨な結果になるんですけどね。これが現在の伏見城。あの伏見城のとこって行ったことが終わりになる方はどのくらいいらっしゃいますかね。伏見城史跡巡りお好きな方も見える。あ、はいありがとうございます。あの今のね明治天皇陵ですこれ。明治天皇陵のここの鳥があってこの奥ここは天皇陵になってますがここに伏見城がタトゥたと思ってください。 だから伏見城、それ全部壊した後あれ、じゃあ今建ってるのはって、あれはなんとかっていう観光会社が作った、めちゃくちゃいい加減な城です、あの伏見城は。あれ信用しないでね、一時期、淀気味のなんか映画やった時に、あそこをドラマの舞台にしたんだよね、だからあれからわーっと人が訪れたって言うんですけどね、あれ、嘘そだねでね、本当はここ、でここ行くとさすがにちょっと緊張しますね。 あのちゃんと敬礼をして礼をして中に入っていってあ,あここですかねこんな感じで見てきます。本丸はと現在は明治天皇陵で落ち墓衆というところにはこうやって書いてあるんですけどね、まあ、ずっと全部読むとこで時間かかりますので「彦右衛門申し上げるは恐れながらこたび会津御神髪は大切の恩子となればご人数一 でも多く飯連れられらてこそ叱るべけない最初イエスがね「彦えもんお前ちょっと人数少なすぎるのは悪いなやもうちょっと置いてくわ」とこう言ったら彦えもんがこう言って言った「一人でも多く連れてってほしいここはどの道どの道やられます」ということも書いてますでえー 東上は本丸をそれがしが守り外郭を松平五左衛門近政に守,守らしめ玉は人にてことたるべしと申せばって書いてあるそれではいかがと王政ありければ元ただ重ねて申しけるわここのところねこたびご神髪の恩跡にてもしまた世の変でききたり大軍に取り囲まるにおいては 金国に五爪戦味方はもういないんだと。だから五爪がいないってことは自分たちでもうここは死に場所と決めたんだってことを言ってるんです。だからどうせし、どうせみんな戦死するんだから一人でも多く合図新発に連れてほしいってことを言うんですね。で、されば御用に立つべき五人数を無益に許させ戦死せしむること。 もったいなく存ずるゆえ核は申し上げなりと申しければ、ねえでまあ、最後はねこのい分かったということになるんですけど昔ね元忠といろんなことがありましたねっていう話を思い出したながらして世の老けるまで話をしたで元忠はね諏訪原城攻め武田との戦いのと時に鉄砲で彼は諏訪原城の 絡めて一番攻めにくいところからよじ登って攻めていくんだけどその時に相手に鉄砲で撃たれてねこの太ももを鉄砲の弾が貫通して以来足が不自由になってたんですだからテレビでそれやるかなと思ったけどあの割とピンピンしてるよねで最後ね「うん、昔自分が十お前が13で一緒だったな」うん「モズをお高にせよ」なんてむちゃくちゃ言ったよな「安定がごめんね」なんて言いながら。 きっと話をししてたんでしょうで最後夜も更けたのでこの「すねも,もん」「すねもん」じゃない元ただこれで「引きまする」と言ってあの抱えられて不自由な足を引きずりながらで家康、えー、この時に家康も涙を流したということが書いてありますがこれはちょっと何や不死状になるんですけどねこんな別れがあったんです。でね まあこういうお別れをするんですが元忠秘はまあ最後この元忠が伏見城を守って戦うんですけどねこれが伏見城のまあこれはあの図ですよねうんで伏見城ってのは大変立派な秀吉が総力を挙げて作った城だったんですね大きな城だったんですがここ本丸ここに元忠がいてそれからねえこれなんて書いてあるかな あ、これじ、あ、これは伏見城のあれが書いてるだけで、ここに鳥居元忠、ここに内藤家長がいる、二の丸のところに、ここの外郭のところに家忠がいて、これなんでかというとね、家忠がこの伏見城の不審をする、作っている、堀、外交を作っているという記録が、家忠日記の最終版の方に出てくるんです。あ、家忠伏見城を作ってたんだ。 とということなんですねだからその様子を一番よく知っている家忠を置いたんですね伏見城にでここを守っているそれからこっちの逆の絡めての方は松平近政が回って守っているこんな風な布陣でね伏見城を守るんですけど最後はあの、まあ、いわゆる高架宗と言われるものが守っていたんですけどねお前んとこの,その家族を全部 貼り付けにするぞっていう脅しが入ってで高賀州のものが軌道を開けて塔を開けてそこからうわっと伏見城に敵がなだれ込んで決着がついたというのが伏見城の攻防で中でーうわっと火が上がったんですけどねあのー、これは想像図ですね伏見城の炎上この周りびっしりと丸十はし,しまず。 いろいろな下型についた連中がうわーっと囲んでいる中で最後炎上している図です。これ元忠がいるでこれは何かというとねあの正殿寺という上五湖にあるお寺ですが用源院というのも有名なんですがねその正殿寺の天井廊下の天井を見るとねなんかこうもんもんになっている。 でこの門門が何かというと鳥居元忠たちが本丸で最後の抵抗をしてみんなで集団自決をするんですよねその時に流れた血の跡だということでここここ手の跡らしきものがついているで後に家康が命じて伏見城のその床材を京都のいくつかのお寺に天井板として使いなさいと。 いうことで元忠たちの功績を採用としたのか残そうとしたのか使ってるでこれは昇殿寺にある地天井と言います要原因にも地天井というのがあるただし昨今あの時に地天井の床材を取るまでもなく全部片付けられたのではないのかという別な資料も出てきましてね京都の学芸員はこの地天井をクエスチョンマークで言ってますうんで この地点城多分ねこのまま伝わっていくと思いますがまだ京都に行ってこの正殿寺これとってもいいとこです比叡山が見えてここに行くことがありましたらねあのこの地点を拝観させてもらってください元忠たちの地の跡ですさあさっき言った小山表情跡石碑も立ってて向こうが市役所、うん、日本を二分した町 大山何も残ってないがあ、ごめん日本の歴史を変えた街だというキャッチフレーズがダーンと市役所にかかっていますよじゃあ岡崎何にしようかエビスクイ発祥の地岡崎とかねまあいろいろこれから楽しみですねあのいろいろと徳川康子をキャッチフレーズにするっていうのは僕は大変嬉しいことですのでこれはいいなと思いますが まあこんなのがね、残ってます。でねその時に全員今日の2番目の三河節引き上げることになるんだけどその場に残れやと言われたのがほら小木丸秀吉に人質に出されていたあの立派な青年出てきたでしょ彼は羽柴秀次あの秀康から「秀康」なんてすごい名前なんだよ。 考えてみで秀吉は自分の跡取りが生まれてきたあこれは、まあ、徳川の息子は立派だけど後を継がせられないなと思うとすっと他の家に養子に出しちゃいますで結城秀康になる結城家関東の結城家に入るんですね。でこの有秀康 当然お父さんの家康本軍のところに参加していましたで「ザあじゃあ,あ頑張っての西軍のねあいつらやっつけるぞ」とみんなで息を出てくきに「秀康お前はここに残れ」って言われた「怒った怒ったいつまで私をないがしにするんですか」ということでねその辺の様子がね運命に翻弄された次男 次男としして浜松に生誕しますよね双子だったことからね当時はあのまあ要するに獣バラとかよく言われたんだそうで太子が生まれてくるとでこれ嫌がられたんだそうですねで家康はそういうなんか迷信のようなものを盛んに信じるところもあったようでなかなか彼は家康の前のお目通りを許されなかったということなんですが。 まあちょっと実際は違うんじゃないかと思いますけどねで長男信康がね「お父様ちゃんと自分の息子の存在を認めなさい」ということで家康公に進言して秀康と対面させた立派な男だったんですでその後11歳で秀吉の養子人質に出されたよねで元服後は数々の戦で武功を挙げるんです彼はで秀吉から認められて豊臣政まで賜るんだけど 長男が誕生すると家康の関というに合わせて下総の結城家に出されてしまったというこういう子です出しちゃいけなかったと豊臣はこういう逸材をね、うん、で家康は次男として大変信頼し関ヶ原の合戦時は関東のおえに彼を置いた最初は反抗しましたよだけどそれ立派に成し遂げて合戦後は 越前の北の将に57万石加造されて徳川家トップの大大名になるんですこれだから徳川御三家はできるけどこの越前の松平家というのは御三家に次ぐ価格として将軍家どうしてもいない場合は最初の頃は越前松平家から出しなさいってことになってたまあその元になった人ですこれがね結城秀康公の像ですあの 石像なんですが、ね、今の福井城の県庁福井城などは県庁になってますがそこに立っていますが顔がねなんかこうシルベスター・スタローンみたいな顔で,、ね、<laughs> でこの時に家康はねこれ「漢漢府に書いてあるんですよね「武徳変年修正にもあの書いてあるうまいこと人を説得するというのはここですよ なんか自分だけが阻害されたり不利な役回りに回るということをお願いしなければいけない時はお前しかできないからこれを頼むんだぞということを説得するこれが大事なんですよ。でイエスはきちんとそのことをやってるんだよね。影勝の抑えには結城三河の神秀康師を残さるべしとおぼして松平現場の神ですね現場。 家清をお使いとしてその旨応接交わされしに秀康主秀康主ね大いに怒った髪方の戦を落ち捨てこの表に残りとどまらんこと思いもよらんかったたとえ父親の王政なりともこの義には従いま祭り形とでご本人に参らすたまい髪方出陣のこと恩願いありご対面の上にて 家康が大関ケるはこうやって言ったちにこたび上方の敵は何十万騎ありとも皆右往の勢にて何ほどのことかあらん、ね、上杉抑え抑えうぜすぎですねが上杉の家はって意味です謙信入道より以来弓矢取りて天下に並ぶものなしとか勝 その今の息子の掛でねまた弱弱の昔より軍の中に成長して武名縁起にですね著しと今彼に向かえてたやすく軍せ,せむものあるべからずお前しかいないだろうというふうに秀康を説得した残っている上杉ってのは強いんだぞと向かう西軍の方は右往の州だと お前みたいな立派なものはウエスキーの際に俺が信頼を置いておいていくんだよという説得を受けて秀康は相分かりまし,たと,しりたということでしっっかり守たとというこですだからまあちょっと不利な仕事を任せる時とかねそれから何で自分がというようなことでクエスチョンマークを持,た持ちそうな仕事を与える時にはそれがお前しかできないからだと自分が思っているということを しっかりと伝えられるリーダーになってもらいたいそうやってみんな動いてくるんですよねあのラグビーもどうもそうみたいですね今の強かったですよねそれぞれの役割があるとはいで先方の諸将街道を打って長せ登るです、ね、うちにこれね黒田長政には王瀬かれるべきのことあれば立ち返るべしと奥平藤兵貞治もって王瀬交わされ 長政引き返しその夜午前にですね福島左衛門福島正則がですよこれが心なおって書いてあるなはかりがたし心なおはかりがたしあれはまだ何を考えてるかわからんと福島はで黒田長政が言い出すとこそれ言いに行ったわけ心配で 伝えたわけねなお計りがしたのたまえばですね長政を承り彼元より石田事務と不和なればさらに恩疑いあるべからず福島は元より石田三成と仲が悪いから絶対そんなことはないということを黒田長政が言ったもしも別心に相談はには長様いかにも意見を加え恩的にはなしと申しまじって書いてあるねまあこうやってね えー、それを長政任せたもうと申せばって書いてあるなこれ何が言いたかったのかなあ家康がこの時にこれシダの御兜この人はこの統制兜かぶってるでしょこれでこういう大黒頭巾の形の兜にシダをつけた今 東照宮には残っていますがあれは家康がかぶっていたということになっています。今度の大会ドラマもそうなりますがこの資料を読むとあれを黒田長政に与えたって書いてあるんですこれだから長政があれをつけていた可能性があるまあこれは一つの資料だけですからこれ黒田家の資料ですよ。うん、それから 蔵を受かる馬,を長政に、まあ、馬も長政に賜ったとお礼でもしも福島がおかしなことあったら俺に任せてくださいってこと言ったんだねきっとまあだからそうこいうの読んでくとねあれいいちょっと言われてることと違うことも出てくるんだなということはわかりますこれこれよく家い康いのかぶとだってあの資料を読むとこの志田のかを長政に賜ったって書いてある でひょっとしたら戦後ありがとなと言って賜ったかもしれませんこの辺がちょっとはっきり書いてないから分かりませんけどね、はい、久能山東照宮にありますこれがシダ具足でこのシダ具足になっていてこれはあのシダがこうついていますが実際はこの大黒頭兜のところに留め具を入れる穴もないし留めた跡もありませんだから大黒頭巾のままだったんだろうと。 いうふうに思われてしょうがないんでこれは後付けじゃないかなこれを本当の後付けと言いますよね後で付けたものこれがねなるほどと思ったね関からの合戦なんですねこれは笠谷先生っていう、笠谷和彦先生がちょっと話をしたときにねなるほどとごめん。終わりに対して終わりこれ東軍が攻めてくる でちょっと見てみますね。ここに岐阜城があるで岐阜城は西軍の織田秀信が守っていたんです昔の三方志丸がそしてここに大垣城があるここに南宮三城というのがある毛利秀元がいた南宮山そして最後松山城ここに小早川秀明がいたこの岐阜 大垣南宮山松山松特に岐阜は、まあ、迎え撃つためのあれですが大垣南宮山松山というこの3つの城の連なりはこれが一番最初の防衛ラインここがここが最初の防衛ラインここが主な防衛ラインここが2番目の防衛ライン3番目の防衛ライン。 この防衛,ライン防衛ラインでこの3つの城というのは重なっていたんですよという話だったこれは納得しましたねうんこの防衛ラインってこの城だけじゃなくてそこの周辺に陣を構えることになるでしょそうすると当然突破しにくいよねで突破するっていうのは何かというとここの山とこの山のこの強なこの間を通って姉川の方に出て近江の方に出てくる道です これがここを通させない要は石田方の陣構えだったんですね陣構えだったんですこれさあそれに対してここ清須城ここに東軍の主な大名たちは全部集結をしましたそしてここで家康が来るのを今か今かと回っていたんですねうんでもなかなか家康は腰を上げないなぜか 彼らがどっち側につくかよそ見てたんです。ねまあそれは結局最後家康の一言で腰を上げます。なんて言ったかというとねあんたたちは私の家来ではないとあんたたちは私に味方をしている客層だと味方だと家来じゃない味方だったんだったらどうぞご自由にと言ったんです。私に分かるように 徳川の味方をしてると分かるような動きをしてごらんなさいと言ったもんだからよしやっていいんだなということでここから一斉に岐阜城を攻めたんです岐阜城は数時間で落ちたって言われてるあの堅牢なねでその後大垣城に向かってミアになりますが大垣城周辺の戦いではこれは石高方が勝つんですねうん島左近というのが出てね この襲ってきた東軍の連中をやっつけるんですけどうんまあこれもね清洲でずっと東軍の福島や加藤たちがここで固まってたねああ加藤清正はごめんなさいこの時はいないあの清正はもう本国で近親だったんですよね福島正則やそれから細川忠興や黒田中政たちですあいつらがここを攻めたんですよねこの この陣の時に家康はどうしたかというとちょうど岐阜城が落ちたちょっとの頃もうこっち東海道どんどん来てましてで大垣城が主戦場になっている時にいきなりここにここ陣を岡山というところに徳川本体が陣を構えてここに何をあげたかというと家康公の馬印あの金色の扇 見てこられましたかあそこに展示してありましたね美白に金色の金銭を持ち上げてで大垣城からそれが見えてみんなびっくりしちゃったんです「家康があそこにいるこんなとこまで来てる!」ということでねその後、まあいろんな説がありますが夜の間に大垣城を出た石田三成他の大名たちはここからここをかけてかけてかけ抜けてここ。 関ヶ原まで駆けてて逃げてっていうのかな撤退しながらこっちに陣を構えて家康を迎え撃つという形にしたんですねだから家康はここにいきなり出てきた、まあ、こんなのがね関ヶ原の合戦のちょっと広くから見た図です大体お分かりになります、うんまあ、これは いいでしょう特に三河節のことはね、家康本人に、家康本人に,、まあ、にお坊さんが一人いたってことがちょっと珍しかったもで書いたんだけどね、あの,あの人、昆、え、ン、ー。数ー数ンはこの関ヶ原の家康の本人に随行していました、きちんと。これは分かっています。このお坊さんは数ンではないと思いますけどね。はい これがイエスの本陣図になりますかね。金銭ってどこに書いてあるかわかります。ここにイエスがいるでしょあれ。れ日の丸が立ってるよね。まあ、要は。あ。あれ、ちょっと見失ったな。 この辺りですよねここに煙幕があってこの煙幕の内側が家康ですからね多分はいちょっとごめんなさいこれが桃配山というところの家康公の本陣跡これが合戦屏風に出てきますはいちょっとこの桃くりこれだ今でここに南高坊展開がいるっていうことはここに出てきます南高坊と書いてありますねそれから家康の本陣のところでお使い番が「 来て戸田これは宇治金ですかね彼がこう対応しているところ天界がいてその後ろに家康公がいると考えていいんじゃないかなと思いますかねこれではないでしょう。ねはい。南公房天界がいる。あそうか「昆虫崇伝」じゃない天界なんだ。ごめんなさい。えらエラー大きな間違いするとかだった。これ天界が書いてある。南光房 あの天界だから関ヶ原に随行してたんだなってことがここではっきり僕もねそれまで知らなかったんですけどね合戦図にはこう出てきますよ、ね、<laughs> さあこの時神輿の内より南宮山に続きして木の様をご覧じね神輿の傾くほど御頭を出されこうやって御瞬きもなく見巡らして尾鷲市に次にこれが出てくるんだね。 又右衛門胸乗り近寄りてこたびご上位めでたしといずれもこれにさぶらうと申セは初めて御心つかれおのおのの大義におぼしめさるこの時に柳生又右衛門が初めて出てきたって言うんですよね味方しますと明日は早々戦を始むべしと必ず勝利ならむとのたまえしとなん、ね、この時本多忠勝御神輿によりて 筑前中納言秀明御味方せんと黒田長政をもって申し入れすでに人質をも取り交わしぬと申す、まあ、だから明日攻めるぞという時にはもう小早川秀明は味方しますよということを黒田長政の方から来ていたとなんと秀明が返り中するとかね返り中っていうのは裏切るって意味です裏切るって意味返り中するとかさらば 戦はすでに諸人これを受けたまわりて喜び勇むこと限りなしと書いてあるだから事前にも小早川秀明がこっちに着くんだってことは分かっていましたよということがあらかじめ徳川方に着くんだとこれ柳生宗則がこの時から家康にこう貸し付いたと書いてあるけど これ皆さん野球の里っって言ったこことありますこれ奈良から名阪国道で名古屋の方に帰ってくる時まあ逆に行く時でもいいですけどもう奈良に出るちょっと手前に柳生の里に寄れて入ってきますあのそこに行くとねこれ最後山の中に入ってくとこれ写してきた写真ですこれこれ,おこれ大きな石人が立つとこのくらいこれ石は真っ二つに割れてるでしょう。 これを柳生石州祭が切ったと一石まああんまりね本当かなと思う、まあ、まあそういうふうに言い伝えられているんだという神様のような石なんですねだから柳生石州祭っていうのは強かったぞっていうことを、うん、さあこれがね もう一個これはあの,ー、当初者の園芸巻ですよねでここではね家康はねこれ描いてあります縁芸巻巻ここ端巻きをしてますこれ馬に乗ってる彼ここ馬があるでしょこれねであの東照宮ご時期にはね 長往年長くてにて三好秀次を切り崩したまいしこと語りて入れたまいですねこの度もかの大勢をどっと追い崩してと仰せられながら恩馬に召さるって書いてあるこっからみこしをやめて腰に乗ってきたんだろうけど馬に乗った恩馬に召さるお馬に乗った甲冑はといえばいやいやとの仰せにて、ね、チャーチリメンの宝禄頭巾を召してご出陣ありし。 兜はいいらなちりめんの放禄頭巾をこういうふうに頭かぶって出陣したとこういうふうに書いてあるで大将が兜はいらないと言ったことで周りは勇気100倍を持ったというふうに書いてあるんですけどね、まあ、自らがそのガードを固めて絶対死なないようにしてあれあれあれって言ったってみんな動かない仕事言ってんだろうけどね、まあ、こんなことが書いてあって。 実際に園芸巻にはこの家康兜をかぶっていない家康鉢巻き姿の家康が書いてあるこれをもって馬上の大将というふうに呼ばれるようになったっていうんですけどもっと古くからね馬上の大将と呼ばれてたこれは甲斐の武田信玄がそれを言ってますよね。であの世にあの将棋の大将要するに陣幕の中にいて腰掛けて あの支配をするるいいうのがいるこれは我が武田信玄とそれから織田信長がそうであるとこう書いてある。でもう一つ世に馬上の大将と言われる連中がいるこれはあの越後の上杉謙信と三河の松平家康であると書いてあるね徳川家康である。馬上の大将というのは自らが馬に乗って先頭に立って指揮をするそういうタイプの大将。 我々がこう思っていたイメージとは違ってですね若い頃から馬に乗っていつも先頭を切って戦っていたその姿っていうのはいろんなところに残されてるんですねだからあの東岡崎の駅前の,あの騎馬像っていうのはその馬上の章というところからヒントを得てあの馬に乗った25歳の家康がいるんです。あれねねね見どころつ、ね、つだけ言います1つは、ね どこを見るか言ったら馬の足を見てください4本4本とも1本も上に上がってませんよ4本とも地についてんですあれでしかも動きがあるでこれ神戸先生に聞いたらこれが家い康いでしょうと地に足がついているだけど動きがあるなるほどすげえもう1個最後矢をつがえてるでしょうあの矢の先っぽ本見てください 嫌にななってないよ、うん、丸い団子みたいなのがついてるあれはかぶら矢です音が出る普通の矢は人を殺める矢ですよね傷つけるだけど家康が話そうとしている放とうとしている矢は魔除けの矢です彼は若い頃から天下を平和な天下にしたい魔除けの矢を打っていた言っていた あれは魔よけの矢にしたのは最後完成する数日前だそうです。うん、ということをあ,のあれをねあのお幕を下ろした時の会でねあの神戸先生来てくださって「あの矢を見て矢を見てして」って先生見てし丸いでしょあれは私はね3日前に気が付いたとか言ってねありがとうございます。あの この日の戦、羊の国ばかり、全くご勝利に属しければ、藤川の代に御本人を据えられ、えー、お頭金を脱が,脱がせられて、裏白という一枚張りの兜を召し、まあ、要するに、初めてそれまでは兜、かぶってなかったの、ね、に、家康は。最後、藤川代で首実験するときに本人で、これ、残ってるよ場所。 にその時に初めて一枚針の形だけの裏白の兜をかぶったうんそして青竹を絵にして身の死にてね針し木を青竹のこれをこれを軍配にして形だけで何やったらかというと兜の尾を締めたまい勝って兜の尾を締むるとはこの時のことなり首実験の式を行う。 つまりそれまで本当に危ない時は兜をかぶってなかったんだけどこれで相手の首実験をする時は敬意を表して敬意を表してわざわざ兜をかぶって采配を持って首実験を行ったという。怖いよね首がひょいと飛んできたらねこんなことないのにでこれをかって兜の尾を渋るとはこの時のことを言うと。 いいいうことを江戸時代のの後半に書いていますので資料が「勝って兜の尾を締めよう」うというのはこの家康のおかないからだということがこの資料に出てくるわけですなるほどしょっちゅう言われたよね子どもの頃から「今日この僕は剣道部だったら今日剣道は勝ったや」ってくると「勝って兜の尾を締めよう早く勉強せ」とか言っちゃってねなんだでもこれ家康が実行して。たとということで これが首実験の時の絵ですここに一個首がゴロッてあるでしょここイエスが見ている誰それの首です昨日ちょっと法人会の講話では話をしましたけどその当時はね、日本は首刈族だったんです首を取って持ってきてなんぼの世界だっただから槍の方が長いでしょ何あったかったら取った首を 槍の方に突き刺してててこうやって持っ持くんですそれ一番得意にしてたのは水野勝成だって言われる強かったんですよ。これから榊原康政なんかここに敵の首をこうぶら下げて髪の毛で縛って周りにゴロンゴロンと、うん、そうやって首をでね水野勝成の旗刺し物 これ小牧長手ののに書いてあります真ん中の一番下辺り見て一番槍をつけるのが水野勝成なんですが彼の旗刺しはほらみたらし団子なんです今日も昨日ちょっと食べたけどだけどバカに大きいんです団子がだからあれは蜜団子といって首が3つ刺してあるというのを描いている。 で俺は強いんだぞってことを表す指物を水野がやっていたでその水野が水野氏がね水野氏はずっとその三だんが旗刺しだったんです旗刺しだったんだけど彼が岡崎城の城主になった江戸時代中期110何年間も水野氏は本多の前にずっと岡崎の藩主は出たんですよ。今の 岡崎の町を作った、例えば荘門を作ったのも水野氏です。古田荘門松葉荘門中の町づくりもそうです。それからあのごちそう屋敷なんて言ってるでしょこれ聞いたことあるでしょあれは町並み屋敷で作ったのは水野氏です。で水野氏がね岡崎の支配をした時にできた民謡が「五万石でも岡崎様はお城下まで船がつく、ね」。 あの五万石でも岡崎様はねあのなんとかあの密んごっていうのが出てくるよね、うん、あれの蜜密んごというのは何かといったら人の首ですでその蜜だがあが菅生神社の花火,花火大会の時に長持ちを入れる行進がありますがあそこにも出てきますね首ですそれから連尺の辺だったからの人が来てるハッピーね、うん。密んごありますよねあれ首です 強いといととうことです勝って兜の大締めをまあこれ秀忠がね遅れるんですよ真田と戦って木曽の山中を攻軍してたんですうわーってやった頃こんな感じで問題はねここを小山彰子の後宇都宮を出た8月24日に出てるんだよ で朝9時9月1日に出てるんだけどなかなか出してもらえなかったのでこれ何のために出たかというと書状が残ってましてねあの徳川方につかなかったあの上田の真田をやっつけろという命令で出てるんですだから途中で挑発されて戦ったんじゃなくってもう初めから真田攻撃のために出てるで小諸に2日について 10日、小室、この8日間の間に、上田城の攻防戦があったんですね。この8日間、上田は、これは、真田は、秀忠の軍に落とされなかったんです。最後まで抵抗したんです。で、その頃、なって、何という伝令が来たかというと、9月、ね、14日、15日には、関ヶ原で、っていうのかな、大垣に来いと。 付近に来いといとう指令書が届くんですそれを見てびっくりした「行けるわけないじゃん!」すぐ出発だわと言ってその書状も残ってます。これギリギリになってくるのきゃいうのこれはね出した書状が川越の川を越えられなかったという大雨が降って今みたいな雨が降ったんだよねで着くのが1週間遅れちゃったんです手紙が着くのが命令書が。 見た秀忠はびっくりしてすぐ行かないとあの親父に叱られると言って一生懸命死に物狂いで興奮するんですがね赤坂に着いたのがこれが寺院場所ねもうすでに15日に関か原の合戦が終わった2日後に手前に着いたはいそれまでよ 家康はこれはね激怒しましたよねでこれ上田守っていた真田三兄弟がいますこれが真田節の犬節の三つ図ここが真田正幸さんお父さん今度なんとも佐藤さんとしかいるよねかっこいいね なんで真田昌幸いつでもかっこいい人がやるの。その前は草刈正雄さん,んだ。だいつでもかっこいい人がやる。うん、たまにはほうじゃない人がやればいいんだよ、ね。で。ここに。真田信繁と。お兄ちゃんの信行がいます。これがそので。信繁、これが後の幸村ですが。お父さんについて。家康に対抗します。お兄さんの信行は。ここから分かれて。 家康の本軍に就きますということになるんですけどねまあこれがきっかけでね真田一族正行信繁これ西軍について信行は東軍に就く第二次上田合戦というのがねはい分かりましたでここの上田合戦でて「レスト成績」って書いてあるこれはね 五代将軍綱吉の頃に水戸で書かれた家康公のずっと何のことがあったのかっていうのが記録で残っていますこのレスト成績っていうのを読んでみますとね我が軍大いに敗れ、ね、これはねどういうことかというと何人死んだかわからないぐらいたくさんやられたんだということが水戸藩の記録に残ってきてるんですね。だだかららいぶやれれたんですこれ だから真田強から強ったんですねあの守りががっちりした上道城っていうのがねあの大敗を喫してこれが上田城ですよ。行かれたことありますかこれこの守りのしっかりした城だと言われているこの城誰が作ったと思いますこれ徳川ですよ。金出して真田に作らして最後は自分で自分の首絞めちゃったってことになるんだよね。 で浅野家の文章にはこうやって書いてある8月23日「中納言」というのは秀忠信州口へ愛働かせ総官そこもと御大義総来どもご主人総て手御ことご意見、えー、頼り入り総って書いてあるね浅野家これは浅野,家の文あの浅野家の家臣の中にねあの秀忠にくっついてたのがいたってことねで信州口というのは真田に 襲いかかった働かせ候真田に襲いかかった時に「あなたはねあの大変ご苦労さんだね」って「ご大儀だね候といえどもご主人候って大変だけどもで所持ご意見頼り入りいろんなことを秀忠に意見をしてやってほしいということを浅野家の文書に残してあるんですよね。だから結構秀忠はいろんな人からいろんな意見聞きながら動いてたってことが こういういところから分かるで9月2日小諸城着陣で最初はね真田昌行はね分かりましたもうこれ負けです強靱の意を示したこれずるいんだよだけど強靱の意を示しながらフィッと襲ったりフィッと襲ったり挑発行為をやるんですほんで怒った秀忠軍が第二次上田合戦総攻撃を加える 小ゼリ程度だったこういういいに書いてありますねだからそんなにねレスト成績に書いてあるような一体何人死んだかわからないほどの大敗じゃなかったんじゃないかなとさっきクエスチョンマークに書いたんですけどね10日には美濃さ坂に来るようにというのを 9, 9, 9日の日に受け取ったんだよ。間に合いこないだなこれ。うん 最後はこれですよお父さんすいませんごめんなさい地産を咎めずつまりいいよということになったで最初はねもう,もう顔も見たくない来るなってやったんですけどもどうもこれには書いてないけどね榊原康政がこれから世を治めていくお二人が親子でこんなことやってて,てどうしますか で今回の罪は私が負いますと安政が切腹でも何でもしますとだからもう親子でみんなの見てる前での対立はやめなさいってことを言うんですねこれはこういうことを言える家臣がいたってことはね家康にとってはよかったですよね家康はカンカンって怒ってたまあ一部にはわざと遅らせたんじゃないかとかうん もしもの時のために取っておったんじゃないのかという意見もありますがそれは考えすぎでこれ彼必死になって追っかけてくるんだもんまあそれだったら最初からねもっと違う作戦を取るはずまあこれでねえあの意見なしにしもあらざるべしあながち心を老せられることに及ばずおよそこのたびのごとき大戦は囲碁と同じようなものなれ。とねあの囲碁の囲碁よく だからその真,真,田真田ごときはね要するにこの時何て書いてあるかといって捨て石でもいいんだよと捨てといてもいい石だったんだってことを書いてるんだけどでも書状を見ると「せめてこい」と言ったのは家康公の方ですからねだからこういうふうな資料が出てくるとあ後になって後付けでちょっと持ったか捏造したかなってことが見えてくるんですねはい。 まあこのき今日ちょっと紹介しておきます。はいまあ、これ、桃配山、ごめんなさい、ちょっと急ぎ,急ぎすぎちゃって、あ<ー>これはあのー、関原の街道行くと、家康公が最初に陣を引いた場所だっていうところで、記念碑もあるし、そうやって岩も残っています、この道路を挟んだ向かい側にうどん屋があります、関ヶ原うどん。あよ寄ってください。 ななんんでこんなとこと西軍うどんと東軍うどんっていうのがある全部武将の名前がザーっと書いてあるよで吐いていって西軍うどんは色がややつゆの色が薄いおだしが効いている東軍うどんは真っ黒に近い醤油のだしで皆さんどっちが好きですかもちろん東軍ですよね今更 さぬきうどんの風の薄い方がいいわなんて言いせないとか言いながらね食べ比べをしてみてくださいだったい防グの方が勝ちですねまあ今となってはですけどね昔はあの濃い味のうどん好きだったかもしれませんこの桃配山の向かいにありますから覚えておいて寄ってください、うん、さあこれが石田三成の本陣跡笹尾山ここを登ってすぐかなと思って寄りたかったらここから来るの何倍もあるのね上まで。 もう途中で行くの嫌になっっちゃったんだねあの行くの嫌になると3回目4回目行く雨になるんですけどねこの上まででここに本陣跡がありますよさあこれが合戦屏風ですまあちょっとだけ説明してねまずね開戦では E 隊が福島隊の前に出て先陣を出すこれは事実みたいですね最初の先陣を承っていたのは福島だったんだけど この戦いが豊臣勢同士の戦いで終わらないように徳川の戦いだったということを示すためにも先陣は徳川は切ってほしいというのも意向を内々に受けていた井伊直政が福島正成の前に出てね浮きたたえに鉄砲を射かけたというのが最初の始まりまあその辺の様子井伊と井伊直政とそれから えー、ここにマスタイラがいませんかね井伊スタがここで先陣を仕掛けているという様子が描いてあるところです。ハエとりのね馬印これこの軍船のようなこの馬印ねこれハエとりだってはえとりんかもったいないよね。ハエトリの馬印 僕はクエスチョン書いておいたけど本当かなと思ってねもうちょっと違うんじゃないのと思うんですけどね、まあ、こう詳しい人はきっとそうだよとおっしゃるかもしれませんね、はい、木又過労になりますよね伊家のここの木又右京がここで大活躍をしますよという様子がここに書いてありますそれからこれは何かな忠義の奮戦ですよね忠義はあの井伊直政の娘婿になります だから松平尾張藩の松平忠義にとってうのは義理のお父さんがいいまあただ忠義はねこの時に松浦次郎兵衛に斬られてここで重傷傷を負っています。えー、っとねここですよね忠義兄とありますね彼が斬られているところですがこの傷が元で彼も早死にしてしまいます。残念なことに。 これがだから島左近っていうのがいて必ず出てきて活躍する強いんだけどそれに対したのはね実はねほとんどいつも出てこないんだけね田中義正っていう岡崎の上司やってた人で島左近隊に襲いかかる黒田長政後藤又兵衛の絵が書いてあるんだけど あのー、これ島佐根ですねあこれは最後敵将と組み打ちをする、えー、田辺陣兵衛14歳で書いてある、まあ、これがですけど本当はここの先方隊はね田中義政隊だったんですねどっか出てくるのかなこれ、うん、ち,ょっとちょっと目が見えませんかね。はい、で「島左近」これが結局石田三成の右腕だった人ですが。 こここでやられてしまいまいすよね、まあ、こんなやつが書いてこれ有名ですご存知でした忠勝はものすごい名馬に乗っていましたがこの時に馬から落ちますわかる三国黒が乗ってたのが銃撃されて忠勝が、えー、と落ちる見えますよねこのとこですよね でその後その後お馬を貸せ!」と言ってその馬を借りて持っていったこれがそうです忠勝が門戸どりを押して押してるでしょここにこう忠勝こう鹿角の,のかぶとだよこんなふうにして落ちるんだよこれ有名ですよねでこれ乗ってたのは名馬三国黒銃撃されるで落ちたその後にすぐ近づいてきたのが家老の梶金平 代わりの馬を引いてきてこれにお乗りくださいませと言ってまた戦うんですね彼はこんなのがさあ小林川渦中の混乱鉄砲よく撃ったか撃たないかというか言われますよねトイ鉄砲なんて言ってあれは6つ資料に出てきますが効果があったなかったというのは分かれるんです意見がだから実際のところは分かりません ただし鉄砲は多分打ち込んだと思います。う,ん、打ち込んだと思う聞こえるわけねえっていう人もいますけど当時全部木はありませんからねパーンと音は響きますこれうんだから下から大津数辺りで撃てばきっとこれは分かったと思いますがそれがあったかなかったか効果があったのかなかったかはちょっと私には分からないでも資料6つ読んだけども全部出てきますそのことは。 で小早川秀明はそれでついに陣を、ね、動かした。まあこれはあの大谷行部の首を取るとこですよね。だからこの東堂仁右衛門に槍で撃たれる湯浅五助この湯浅五助の墓と大谷行部の墓が一緒に並んでます。うん。あの関川あるね。この話も。で。 大谷業部はね自分の見苦しい顔は絶対に晒したくないから湯浅に家臣に行ってこれだけ何が何でも守って埋めてくれとでそのことを言ったら東堂にもああよかった良い忠義であるということでその湯浅の命は奪いましたけど首は埋めたまま約束通りで墓を建てたと言われているそれが残っています関ヶ原の古戦場に。 ここで、今日ここまでにしますがあの三河武士たちの関ヶ原ということで話をしてもう相手の豊臣のことは一切話をしませんでしたが家康がどうやってこの関ヶ原に入っていかなきゃいけなかったのか、ね、そこを理解していただくということからその家康の家臣たちが家康が入っていくときどんな活躍をしていったのかというのを残りの古文書から少し皆さんに今日お話をしました。 はい。また、ご理解いただいて、スイカーの古戦場、出かけてみてください。面白いと思います。今日はこれで終わります。ありがとうございました。